ノースウエスト航空255便墜落事故とは、1987年8月16日に、デトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港で発生した航空事故である。事故原因はパイロットによるフラップの出し忘れと、離陸警報装置の停止である。事故機に似た、塗装の MD-82。事故機は、マクドネルダグラス社製 DC-9 から82で、 1981年にリパブリック航空向けに製造された機体である。その後1986年にリパブリック航空との合併によりノースウエスト航空の機体になった。事故当時、機体はノースウエスト航空とリパブリック航空のハイブリッドカラーになっており、尾翼が赤色に塗り直され同タイのロゴが変更されたものの、同タイは リッパブリック航空の塗装がそのまま使われていた。255便の機長は、ネバダ州ラスベガス出身で57歳の男性だった。機長は31年間の勤務の中で、フォッカー海27、ボーイング727、ボーイング757、マクドネルダグラス DC-9、マクドネルダグラス MD-80 を操縦していた。 機長の飛行時間は MD-82 での1359時間を含めて2859時間だった。機長と一緒に飛行した他のパイロットは彼を十分に有能なパイロットであり、型通りに操縦することで評判があったと述べた。副操縦士はイリノイ州ガリーナ出身で35歳の男性だった。 副操縦士の飛行時間は MD-82 での1604時間を含む8044時間で8年以上にわたって航空会社で働いていた。使用期間中の1回の訓練報告以外に副操縦士と共に飛行したすべての機長は平均または平均以上の評価をつけた。最近、副操縦士と一緒に飛行した他のパイロットは 彼の業績を好ましい言葉で説明した。1987年8月16日、ノースウエスト航空255便は詐欺の発、デトロイト、フェニックス経由のオレンジカウンティ行きだった。255便はおよそ20時32分に149人の乗客と6人の乗員を乗せデトロイトのゲートを出発した。乗務員は指導前チェックリストを読み上げ、 20時33分4秒にエンジンを始動した。総重量は144,046ポンドで、最大許容重量は146,058ポンドだった。20時34分40秒にプッシュバックが完了し、20時34分50秒に地上管制官は255便の離陸滑走路を 3C に変更した。乗務員は、 エーティス情報の更新についても知らされ、副操縦士は気象データの更新について報告した。20時35分43秒に、地上管制官は誘導路 C を使用し、周波数 119.245MHz に切り替えて、別の管制官と通信するように指示したが、副操縦士は復唱したものの周波数を復唱せず、周波数変更もしなかった。 ももとは滑走路21リットルまたは 21R を使用する予定だったが、離陸を許可されたのは空港内で最も短い滑走路 3C だった。乗務員はフライトコンピューターの再設定を余儀なくされ、副操縦士はフライト、タキシングの過程で255便は現在地がわからなくなったため、副操縦士は地上管制官に連絡し、 滑走路 3C までのルートを問い合わせたところ、119.45メガヘルツに切り替える指示を受けた。副操縦士は副唱し、今度は新しい周波数に切り替えた。2番目の地上管制官から滑走路 3C までのルートを指示された。パイロットは同時に、この管制官から簡単な気象情報も受け取った。20時42分11秒に255便は、 滑走路 3C に到着し、管制官に後方乱気流を消すため3分の待機を指示された。20時44分4秒に離陸許可が出され、離陸滑走を開始した。255便は170ノットで機種を上げたが、高度50フィート前後の高さで左右にロールを始めた。255便は失速状態に陥り、滑走路 3C の末端を通過して左翼が、 空港のレンタカー店の照明灯に接触した。左翼は18フィートほど切断され、タンクの燃料が火を吹いた。その後、大きく左に90ドロールし、左翼がレンタカー店の屋根を切り裂いた。機体はひっくり返り、交差点の自動車に接触した後、横倒しのまま道路を滑って、週間高速道路94号線の鉄道降下の元で爆発炎上した。 登場していた乗員6名乗客149名のうち家族と旅行していた4歳の少女を除く全員が死亡した。生存した4歳の少女は母親と父親、6歳の兄から数フィート離れた場所で発見された。地上でも巻き込まれた自動車のドライバー2名が死亡し5名が重軽傷を負った。乗客のうち30名の乗客は25歳未満だった。 154名のうち110名はアリゾナ州からで18名がミシガン州の住民だった。国家運輸安全委員会、事故機のコックピットボイスレコーダーを回収したところ、パイロットは離陸する際、チェックリストのフラップとスラットのセットの項目を飛ばしていたことが判明した。また、CVR からは失速警報が明動していたのは確認できたものの、 離陸警報装置が明動していなかったことを確認した。これは中央聴覚警告システムによって制御されるものだが、NTSB はコスの電源障害の原因は特定できなかった。離陸警報システムの故障は 28V 入力電流の喪失が原因で発生した。左側直流電力系統とコスユニットの電力遮断は P-40 サーキットブレーカーで発生したことは判明した。NTSB はサーキットブレーカーがトリップしたか、意図的に開かれたか、またはブレーカーが閉じているにもかかわらず電力が流れなかったかについては特定できないとした。P-40 サーキットブレーカーは墜落時にひどく損傷したため、事故調査委員会が墜落前の状態を明確に判断することはできなかった。 P-40 サーキットで電力が遮断される可能性としては以下の3つが挙げられた。サーキットブレーカーがフライトクルーまたは保守要因によって意図的に開かれた。一時的な過負荷によりサーキットブレーカーがトリップしフライトクルーがサーキットブレーカーが開いているのに気づかなかった。またはサーキットブレーカーがトリップしなかったにもかかわらずコスまで電流を流さなかった。 NTSB は1988年5月10日に最終報告書を発表した。国家運輸安全委員会は事故の推定原因は乗務員がタキシーチェックリストを使用してフラップとスラットを正しく拡張されていることを確認できなかったことであると判断した。要因としては機体が適切に離陸時の設定になっていないことが離陸警報システムの電力不足により 警告されなかったことだった。電力不足の原因は特定できなかった。事故後、ノースウェスト航空は255便の便名を使用しなくなった。1987年後半から2010年初頭にデルタ航空と合併するまでデトロイトからフェニックスの最後の直通便は261便に番号が変更された。合併後の2019年12月現在、 デルタ航空255便は存在しない。事故現場の近くには、1994年に黒見影で作られた、慰霊碑が建てられた。犠牲になった156名の名前が刻まれ、上部には、水色で縁取られた鳥が口に、ゼアスピリットスティルライブゾーンと書かれたリボンを加えたイラストが描かれている。また、フェニックスダウンタウンにある、フェニックス市役所の隣には、 犠牲者の記念碑が建てられている。事故から20年後の2007年8月16日、慰霊祭がデトロイトで開かれた。事故後、遺族が現場に戻ってきたのは初めてだった。事故から25年後の2012年8月16日、慰霊祭が墜落現場で開かれ、遺族や犠牲者の友人が出席し、地元の司祭は犠牲者の名前を一人数と読み上げた。また、 地元メディアは唯一の生存者である女性の現在の映像も放映した。ありがとうございます。